叔父の松庵から居合18棟を送電したと伝わっております。日立を授かった久安は20歳で諸国武者修行の旅に出て、京都の愛宕山に参籠して、夢に漢の一文字を見て悟りを開きます。その後、関白豊臣秀次によって城中に召され、居合術の進化を説き、豊臣秀頼は久安に指示します。慶長15年、久安の名声は御用勢天皇の英文に達し、勅により召されて天下太平の祈祷を行います。極上の居合磯の波を天壇に供し、十五位下に除され、ほうきの神に任じられました。岩国藩主吉川広家の勧めもあり、元和2年客分となり、36年間仕えてほうき流居合を完成して、芸州広島でほうき流を広めます。そして岩国の地で76歳の生涯を閉じました。久安の弟子である浅見一無才によって熊本藩に伝えられ、その後開祖の子孫である岩国の片山家と熊本藩の野田、熊谷、星野などの師範家との間に交流がなく、両者の技は異なりましたが、安永5年、熊本藩の師範家、星野角右衛門は、岩国藩の片山宗家に武者修行に訪れ、信仰を復活させて、星野道場では片山家の技が伝えられました。昭和20年に片山宗家が広島で被爆され、伝承が絶えましたが、星野道場の活動は続いていきます。第12代星野信俊は大阪府に移住後も、ほうき流を指導して兵庫県の加納武彦が道統を継承いたしました。現在では加納武彦や在間俊一郎から指導を受けた大久保俊明が流儀代表として兵庫県を中心に伝えております。
総合。Let's see.